弁護士の YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ピラです。第 N 回プロ世界イラストの一言は、本当に第何回目なんでしょうかね、この企画。めちゃくちゃ擦ってるんですけど、面白いんです。皆さんが考えてくださったイラストの一言は。僕も動画見返したりするの好きだし。改めて今回も X での募集ですが、たくさんのリプライありがとうございました。現在はですね、2666件のリプライ届いていました。こちらをもちろん全て目を通して、その中で特に面白かったなと、個人的に独断と偏見で決めたのを紹介していこうと思います。よろしくお願いします。ちなみに毎回冒頭で紹介する採用されなかったエナナンシリーズです。いつもありがとうございます。動画が良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。おすすめから、プロセカのイラストの一言は待ってましたって方も、現在25万人目指してるんで、チャンネル登録、高評価お待ちしております。それでは見ていきましょう。アップルパイ何個買えばいいんだろう。さすがに足りるよね。しーちゃん、多分そこにあるアップルパイ5個全部買っても、まあまあ足りないと思う。だって毎回あれだもん。頑張れる。待って、多分きっと絶対にダメ。お母さんが悪いの。だから仕方ない。最悪を想像すると何かしらの事故。見てみて、テレビの前のみんな、このキャンディー大きい。90秒後、このキャンディーが爆発。平成でしか許されないドッキリ番組が開催されようとしてる。すいません、二人で今日朝から考えてたんですけど、全くわからなかったんで、この間違い探しの答えを教えてください。早口だったな。サイゼリアのね。あれ、7個目くらいから急に難易度爆上がりするんだよな。トイレ行ってくるといい。スタジオ出て行った雫が帰ってこない。迷子でしょうかね。よく見るとヒントみたいのあります。多分間違えてここ入ったんでしょう。あら、こんなところに10円。10円視点から見上げたメイコさん。食べないなら、募集だ。イラストで一言あるあるですね。逆の見方してくるんですよ。くれると思いきや没収してる。はあ、男の人っていつもそうですよね。ちゃんとゾンビの世界に絶望してる感はある。私に従え、猿ども。また来ました、ゲトウスグルナ。記憶が正しければ似てるの手だけだぞ。じゃあ、入れるね、オロナミン C。わかりやすく疲れてますって、よいさきさん。この前宛てのラブレター捨てていいね、捨てていい。アイドルに捨ててもらえるんだし、ウィンウィンだな。名はだとしたら隕石避けながら演奏してますね。写真撮ったからもういいです。インスタ女子にもいないムーブ。ああ、メガネ君言ってくれてありがとう。忘れるところだったよ。はい、課題を提出してください。クラスに一人はいる。真面目すぎてちょっと嫌われるメガネがこいつ。パチンコ6万負けた。別に取り上げるつもりはなかったんですけど、エピソードトークいけるから取り上げるんだけど、あきと俺も初めてパチンコ行った時6万吸った。マジで帰り道は視界が歪んでた。あれ、お母さん。いえ、リンゴです。しば、今日のご飯はこの鳥だよ。よっしゃー、鳥肉きちゃー。ナギさん、なんであの時私に行けたら行くは信用するなって言ったの。ずっと続いてんだよな。このイラストで一言企画だけで架空のストーリーできてるから。確かにこのイベストの時ナギさん再登場したけども、行けたら行くって言ったけど寝よ。アイリちゃん先輩、正解です。それでこそ行けたら行く子です。よし、これから魔法陣の書き方教えちゃうよ。魔法陣完成。次のボールはお前の頭。このいじめっ子は格が違う。もう間に合わないから整えるか。一周回っちゃった。ボサボサで遅刻するかの瀬戸際より、整えて堂々と遅刻した方がいいもんな。危ない、矢が刺さるところだった。もし仮に命の危機で救われたのであればガチ恋案件だが。アフリと暮らして1週間。こういうのって同棲してから分かるんですよね。同棲前でも家にはよく来てたけど、こんなんじゃなかった。野菜マシマシラーメン。この表情である。今日の昼飯野菜サンドらしい。この表情である。もう二度と麻酔に近づかないでください。ありがとうございます。イラストで一言定番の書いてきましたね。ちょっと治安が悪いですね。 YouTube で猫ミームの動画しか流れてこない。コナちゃんに毛布を取られないようにしっかり握っとこう。このイラストの一言のエピソードも2年くらい続いてる。あれだいぶ前ぞ。肉の波形は可愛い。ちょっと手遅れなボカロ P 第一歩みたいになってるって。それは何、ピンクの化け物。後続を育てる気が全くない。ねえ、なんか面白いことして。これでクラスのカーストが決まります。ちなみに僕は当時滑りました。ついに入れるんだ、宮所に。さあ、第2ラウンドといきましょう。だいたいボスキャラって1回 HP ゲージ0にしても終わらないんだよな。なんなら強くなるし。ズル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 。いや、こういうこと。その絶望画を撮らせて。僕まれに観測する絶望画をフェチ。痛いよ、ねねちゃん。確かに痛そう。この間取り、何か変。変な間取り来ましたって。察しの悪いいちかちゃんですって。これをこうして、はい、課金完了。望月さん、今は気づいてないと思うけど、あんたの金。やっと終わった宿題が。皆さん春休みいつまでですか。あなたはサキちゃんを共感できますか。
伸び伸びと背伸びの運動から。ピポーン、あ、ウーバーイーツでーす。エラーが出てるから絶対に配達場所間違えてる。行けたら行くって言ってたやつがマジで来た。頼むから幹事を困らせないで。今の発言録音しといたからね。うん、このアイドル安心です。押せます。おはよう。もう遅刻確定だぞ。曇りなき眼差しで言うセリフではないんだよな。でも不思議と安心する。遅刻だけど。お前も犬にならないか。数年後実現したんだよな。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、オッピーです。僕が言うのもなんなんですが、その名前は変えた方がいい。ではあちらの飼育員イベとお正月イベで私をピックアップに入れておいてください。50連して星を0、大丈夫、私ね200連して星を1枚なの。オッピーっていう YouTuber はアキト君を出すために6万円課金してるんだ。だから気にしなくて大丈夫。おー、俺だけダメージを負ってるね。これが噂の猫ミームというものか。なるほど。あ、借金100万マスだ。人生ゲームの最後の方だ。急にゲームバランスぶっ壊れゾーンだ。知ってた？レモンにはレモン1個分のビタミンが含まれてるんだよ。あ、親切に参考画像まで貼ってくださいました。急に桐谷さんの雑学始まったんかと思ったわ。俺はカラフェス5回登場した男だ。何やってんだお前。キーホルダーにする？それとも私？キーホルダー選ぶやつ見てみたいけどな。思いとか言ったらどうなるか分かってるよね。多分グーパンだし、なんならこいつも喜びそう。今回のテストは24点だったでしょ。この子たちね、スマホ連動してるから個人情報ダダ漏れなんだよな。このロードは、いや、ないね。あ、でもこのくらいの長さだと。最近のガチャが2割ほどつまらなくなった原因。いや、よく来たね。ここは僕が想像した裏世界。10年後にはしっかり黒歴史。腕立て伏せしてる時の床目線。 X の新視点ボットかな。さて、今夜私がいただくのはあなたの命です。元ネタは徹子なんだけど、脳内で再生されたのはヒプマイのブス島メイソンリオ。何もしてないのにスマホが壊れた。もはや特殊な電波出てますやん。パタトウヤがパタ。ごめん、トウヤってクララかなんかだったっけ。これで誰を火炙りにします。恐ろしいスピードで流れが変わった。よよよ、今度のショーの衣装はこれだね。さて散歩散歩。ごめん、怒られるかもしれないけど本家で採用してほしいくらいには好き。その視線の先にはラーメン屋。なんでプロスカ中に LINE 送ってきたんですか。通帳切ってなかったのは謝りますよ。でも普通プロスカ中には送ってこないと思うんです。あなたも通知でコンボが途切れたことはあるでしょう。ではなぜプロスカ中に LINE。 マヨネーズ、唐揚げにはマヨネーズをつけます。え、何のラップバトル。これはアリエの間取り図です。あなたにはこの家の異常さが分かりますか。だから雰囲気と勢いだけなんよ。杉原、窓ない窓ない。めちゃくちゃ届くじゃん。タイムリーだからサムネにするけど。レス、手術室ない、手術室が言えない。ゴン。想像の3倍は痛いです。いいねの数だけ振るオートリエム。すでに5000いいね。こめかみにぶっ刺すマイクはどうだ。今度はしっかりヒプノシスマイクいただきました。レイコさんのマジ高い高いを体験した。うん、多分これが正解のイラストで一言。黙って私に従って。これもエピソードトークすると、毒図プレイした後にたまたまこのイラストを見て一人で腹抱えて笑ったんだよね。お前は神に選ばれたのだ。酔い先奏でよ。力が欲しいか。そんなことより水。あ、この前転生してくれた子だよね。意図してないクソはず覚えられ方。一緒に転生しようって約束したじゃん。だって2連で出たんだもん。あ、邪魔だからもう帰っていいよ。思い出すからやめてもらえませんか。おいしくなーれ、萌え萌えキュン。時刻キッチン生成ボット。ワンクリック詐欺ならダブルクリックすればいいんじゃね。なるほど。カモがネギショってやってきてるって。それも2人同時に。これ全部いくらだよ。そうなん。姉貴こと、ごめんなさい。普通に趣旨と違ってイラストが好みだったので採用しました。市場です。以上で面接を終わります。絶対に落ちたことだけはわかる。はい、ということでたくさんのリプレイありがとうございました。今回ちょっといつもより多めに取り上げたんですけど、おそらくサブチャンネルの方でも番外編みたいな感じでまた取り上げようかなと思うんで、ぜひサブチャンネルの方も登録お待ちしております。次はね、7月ですから、このイラストの一言の募集ってプロセカのカラフェス周期と全く同じにしてるんで、次は3ヶ月後の7月ですね。なんかこの間に面白いイラストの一言とか浮かんだら、ぜひね温めておいてくださると助かります。登録が来れば高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。